はい、おはようございます。LAL のスタッフです。もう一つ、すみません、忘れないうちに、と思って、音楽ネタなんですけども、この視聴者の方、里城さんからコメントいただいたときに、リクエスト頂戴しまして、再生ディープパープルのですね、最初の、アルバムのね、ノッキングアットなんとかバックドア あれを、そうそう、あの曲もね、まだやってなかったと思って、でとりあえずね、リフ、もう前編、リフがすごく印象的な曲なんですけれども、あれ、どうやってリッチ弾いてるのかなと思って、この間、ちょっとご本人の YouTube のライブの見たんですけども、多分こうかなっていう感じなんですが、キーはね、B マイナーなのか。ん？こうかな。まだ慣れてないので、リッチお得意な4度、2弦を重ねて4度を重ねる、あれです、レインボーの、キューザキングだとかね、でああいう延長上のリフなのだと思うのですけど、ただその、この、間とね、単に4度重ねるとになっちゃうんですけど、そうするとこの音がね、スケール外の音になっちゃうんで気持ち悪いんですよね。だからここはね、と弾いてるはずです。で、ここでね、こうじゃないのかな、リッチのご本人がはっきり見えなかったんだけども、ですね、中指と薬指でここ、7フレを弾いて、でここで、6フレを押さえとくんです。3弦の6フレを。そうすると、ここがスムーズにいけるんで、ここ薬指を外せばすぐその次の音に移れるから、スムーズに言います。でこの後こうだと思うんだ。この2つでスライドさせてして、でまたまず持ってきて、でここの後は普通に、どうもここは普通にベタッと押さえてみて、こうじゃないのかな。こうだと思います。でね、リッチはね、確かバーンはね、ご本人はね、ここを、こうベタで押さえてなくてね、こうやって押さえてるみたいですよ。だからなんじゃないのかな。やってみたい。でもキューザキングの時には、これだとこの押さえ方だとあのスピードで追いつけないので、これはベタに押さえてるみたい。でノッキングの方は、おそらく最初のところはバーンみたいに、ベタに押さえないで、じゃないかなと予想しています。あと、リッチ、あとは、そこは弾ければ、あとは、バッキングとかは、あとは、ノリをよく、リズム感出せな、すればできると思うんです。問題は、ソロのとこですね。初期のディープパープルの頃とか、レインボーの、頃っていうのは、それなりにね、リッチは、ソロをもう展開考えて、レコーディングしてたと思うんですが、再生ディープパープルになったらもう完全にあれだね、即興だね。あんまり考えてなくて、その場の直感でね、弾いてるみたいなところがあって、それもリッチらしくていいんだけど、あれはどっちかって、初期のディープアップとかレインボーの頃みたいに、ちゃんとなんかこう、例えば16、4小節の、例えば16小節あったとすると、
それぞれになんか起承転結があってちゃんとオチがつくっていう風なソロを展開してたと思うんですけども、再生ディープパワープルになってからね、もうそんな関係ねえ、行きまくるぜみたいなね。で、なんか結果としてまあそれなりにオチはついてんだけど、まあリッチらしくていいのかなみたいなね。で、ちょっと時間あったらちょっとコピーしてみようかなと思っております。それじゃあまたお会いしましょう。